にちは、劇団扉座の鈴木梨沙です。熊木翔子です。はい、私たちはですね、ドリル魂を見に来てくれたお客様のために、私とそして翔子ちゃんでですね、皆様が道に迷わないようにこれから、神奈川県青少年センターホールまで道案内をしたいと思います。思います。で、私、轟組安全管理員横浜出身の鈴木梨沙と轟組のマドンナ小牧翔子ちゃんとですね、これから案内してするんですけども、ただいま横浜駅に来ております。はい、でこれから電車に乗って、桜木町に行くんですけども、ドリル魂をですね、見ていただくお客様はまずこう腹ごしらえしていただかないと ね、愛とガッツを持って応援していただきたいと思いますので、まず腹ごしらえしていただくために、今日は横浜名物の崎陽軒のシウマイ弁当を買いました。買って、これから電車に乗って桜木町駅に行きたいと思いますので、これから、ね、行っていつ食べれるのかわかんないですけど食べようと思います。それでは行ってきます。行きます。
今野毛地下道のエスカレーター降りて、地下通路をずっとまっすぐ行って、このですね、野毛山公園方面の南一出口、この、エスカレーターを上がって地上に出てください。では行きましょう。書いてあるところの道を歩いてください。はい、音楽通りをですね、ずっとまっすぐ来て、この山崎ショップこの角を次曲がっていただくと、もう今ですね、ちょうどもみじ坂と音楽通りがぶつかったところにいます。はい、で、こっちの私から見て右側、あっちがですね、ちょうど JR線ですね。はい、最短ルートは通ってくると、あのこのまた坂をもう一つ降りるところが、あのそこから出てくる到着する、はい、はい、でここの山崎のこのショップが最後のコンビニです。でここをですね、次もみじ坂を登っていくんですけども、まあこれが見てみますかね、これね、まあこれが急ですね急ですね、あー急です。これですね、この坂を頑張って登ってください。でちょうどあの右前方にあるのが、よく神奈川県立青少年センターホールでございます。でちょっと頑張っていきますか、はい、女性の方はね、ヒールなどお気をつけて今日お登りください。これはまあもみじ坂と言ってもですね、まあ、実際はあの、まあ、この季節ですし、もみじがまあほとんどないんですけど、そう、実はですね、あの神奈川県の横浜開港当時にカエデの木がいっぱいここにあったそうです。なので昔はね、本当もみじが結構ここら辺はいっぱい秋になると綺麗だったようですね。カエデが咲いてたそうです。あの今はもうこういう感じで、もうドリル魂みたいですね、これね。本当だちょっとドリル魂ですね、こんな感じです。あのぜひね、本番見る前に一回ここでなんとなくこう思って、ちょっとイメージをこう膨らませていただいてね、はい、本当はここ何が立ってるんでしょう。こんなものを見つつ、お道坂をガン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 歩いてください。はいはい、ね、到着しました。見てください、この坂、これね、ここに来たところに、はいはい、ちょっとね、あのね、もうね、この坂結構辛い、もいい運動になりますが、いやこれはね、疲れたね。到着しましたね、もう無事に。到着しました。神奈川県立青少年センターホール、私たちがドリル魂やる現場でございます。はい。あのちょうどこちらにあの神奈川奉行所跡っていう石碑もありますんで、まあこれも見つつ。中に入っていただいて、愛とガッツを持って応援していただければなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、私たちの道案内はこれで終わりですが、はい、まあ、今日私たちのですね、この道案内を一緒にあの頑張ってくれた、はい、カメラマンをね、カメラマンをご紹介したいと思います。はい、じゃあ私がちょっと、よいしょよいしょよいしょ、はい、じゃんじゃん、はい、串間康彦君です。どうも、藤原さん、ネット広報部部長を務めております串間康彦でございます。あ、ネット広報部部長でしたか。そしてね、なんと今年も1年ぶりにヘアスタイルが、はい、今年はガチンコ編ということで、はい、ガチでパンチをかけてまいりました。すごい、去年よりもパワーアップした僕を見に来てください。触ってみていかがですか。そうですよ、チリチリです。すごいです。はい、ガチンコ編です。ガチンコ編です。はい、そういうことで皆様お待ちしておりますので、お待ちしております。